この男が我が家にいるとはどういうことだ。何をしていた。農園から帰ってきたんじゃない。こいつも一緒だったってことか。そんな言い方するなんてひどいわ。こいつだなんて。帰りますから。彼がこの家にいるのは不愉快なんだ。家族に近づいてほしくない。奥旅を誤解してるわ。理解しようともしない。俺のことで喧嘩しないで。いつまで娘につきまとうつもりかね。いい加減こっちは迷惑してるんだ。パパ、そんなことまで雪なの。義理の息子でしょ。ママの息子なのよ。それは嘘だ。言っただろ。すぐわかるはずだ。俺たちは兄弟じゃない。いい加減にしろ。出て行け。イルダさん、どういうふうにお聞きになったか。何を証拠にそんなバカなこと思いついたんですか。まず私の話を聞いてからにしてください。私にはあなたがあの二人を引き離そうとして嘘をついてるとしか思えないんです。嘘なんてついてません。確信があるんです。確信が。どんな話を聞いてください。若い頃男の子を産みましたが、父がどこかへ連れて行ってしまった。それからずっと息子を探すために手を尽くしてきました。その子ちょうどオクタビオと同じ年頃です。それだけで自分の子供だと思うの。同じ年頃の子なんてたくさんいるでしょう。年頃だけじゃありません。息子はあなたが住んでいる町の夫婦に引き取られたというところまでは分かりました。そのご夫婦の手紙に息子のペンダントが入っていて、イニシャルが O でした。それで私、息子だと信じて。お気の毒だけどそれは違うわ。あのオクタビオはあなたの息子さんじゃない。残念ですけど私の息子よ。なぜあんな言い方するの。しかも出て行けなんて。どうして。ちょっと言い過ぎた。悪かった。だが彼のせいでうちはトラブル続きだからな。でもそれはオクタビオのせいじゃない。確かにいろいろ続いてるけど彼が悪いわけじゃないでしょ。それに私のお兄さんかもしれない人よ。事実かどうかわからない。違うかもしれん。兄弟だとしたらそれはそれで問題だろう。また怒る。パパこの頃変よ。ママもおばあちゃんもみんなそう思ってるわ。家族のことを考えてない。どうしてそう思うんだ。そんな気がするのよ。ちゃんと考えてる。子供たちのことも家庭のこともだ。特にお前は一番大事なパパの宝物だよ。本当に。前はもっと親身になって心配してくれた。前と同じだ。何も変わってない。ついカッとしてきつい言い方をしてすまなかった。いつも家族を大切に思ってるよ。私も言い過ぎたわ。寂しかったの。話したかったのよ。何でも相談に乗るよ。どうした。リカルドとは結婚しない。マリソル本気なのか。彼のこと愛してないの。好きでもない。結婚なんて無理よ。オクタビオのこともあったし混乱してるだけじゃないのか。違う。絶対に違う。考えて出した結論よ。パパ分かって。リカルドとは結婚しないわ。本当にそれでいいのか。自分の気持ちに正直なだけよ。特に結婚のことだもの。彼とは結婚しない。リカルドとヒメナにはどう話す。どう説明する気だ。ありのまま話すわ。結婚しないって言うの。分かったよマリソル。結婚の意思がないなら無理強いはしない。お前の幸せがパパの願いだ。パパ、幸せにしてくれるのはオクタビオよ。彼しかいないの。彼はお前にふさわしくない。幸せにはなれない。こういう大切なことを人に話すときは事前によく確認すべきなんじゃありませんか。わかるでしょ。オクタビオとマリソルがどんな思いをするか考えましたか。はっきりわかるまでは言わないつもりでした。二人にはショックでしょうから。でも二人の関係を娘から聞いて、
それなら話した方がいいかと思って。もう真実は分かったでしょ。信じていいですね。あの二人は兄弟じゃないんですね。あの子はあなたの息子さんじゃない。だってそうでしょ。もし兄弟だとしたら、この私がもっと前に止めてましたよ。そんなの当然でしょう。私も母親よ。信じて。あの子たちは愛し合っていいの。堂々と何の遠慮もなく愛し合っていいの。彼は本当に息子さんですね。母さん。オクタビオ。ここで何を。母さん、何か言われたの。この際はっきり言います。あなたには関係ないでしょうけど、母さんはやっと集中治療室から普通病棟に移ったばかりなんです。待ちなさい。私がここに来てもらったのよ。話をしていただけだから、ご愛顧はしないでちょうだい。ちょうど話が終わってお帰りになるところだから。ええ、そうなんです。あなたやマリソルを困らせるつもりはなかったのよ。ごめんなさいね。あなたたち二人に辛い思いをさせて許して。母さん、本当なの？何も言われてない？あの人は悪い人じゃないよ。それより平気なの？ああ、なんでもないよ。かすり傷だから。それならいいけど。母さん。何？アルタグラシアさんは思い違いをしてたんだろう。そうよ。でも大丈夫。話したら全てあの人の誤解だって分かってくれたからね。全部解決よ。やっぱり誤解か。あの人の息子かもしれないなんて言われてどうしようかと思ったよ。不安はなかったけど、でもマリソルのことは諦められない。当たり前だろう。でもアルタグラシアさんにもはっきり言ったから、もう心配ないわ。彼女とは兄弟じゃないんだから。好きな人を諦めたりしちゃ絶対にダメよ。そうだね。母さん、俺の気持ちわかる？気持ち？俺ってラッキーだね。くじに当たったの？違う。それよりすごいこと。世界一素晴らしい母さんがいることだ。すごく美人で優しくて最高の母さんだ。ああ、奥多摩よったら。そうよ。私がお前の母さんよ。今までもこれからも、ずっとずっとお前の母さんだからね。突然来て悪いと思ったが、悩みがあって聞いてもらいたかったんだ。お気になさらないで、ビクトール。私のところに来てくれるなんてすごく嬉しいわ。果たしてよかったら何でも話して。マリソルがまだオクタビオなんかと付き合ってるんだ。まったく。自分がこうと決めたことは絶対に曲げないんだ。恋は強いのよ。私も恋をしてるからわかるわ。実はマリソルの話だけではない。ミルドレッド、ん？君にお願いがある。だけど言いにくいんだ。どうかしたの？言いにくいことって？私たち二人のことだが。ビクトール、遠慮しないで言って。ミルドレッド、頼みにくいことなんだが、私といるときは、つまりだね、仕事以外でこの前の晩みたいに香水をつけないでくれ。香りが残るんだ。ひどいわ、ビクトール。香水をつけるな。服に香水の匂いが残ってて、アルタグラシアに疑われた。もちろんとっさにごまかしたがね。
ああ、ビクトール、私たらなんてことを。あなたには家庭があるし、問題もいろいろあるのに、私のことでまで。何を言うんだ、君は何も悪くない。何もね。あなたに迷惑をかけてたなんて、ただ喜んでほしかっただけなのに。喜んでほしくてあの香水をつけたのよ。分かってる、それは分かってるから。君の気持ちは本当に嬉しいよ。私を喜ばそうとしてくれて。そうよ、ミルドレッド、泣かないでおくれ。でも申し訳なくて、私恥ずかしいわ。問題を大きくしたくないだけだから。少し気をつけるだけでいいんだ、それだけだ。奥様は何て言ってたの？まさか私のこと。それはない、ないよ。ちょっと疑っただけだ。もうこの話は終わりにするとしよう。つまらないことは全部忘れて、もっと楽しい話をしよう。私たちにはそれが必要だ。そうね、それがいいわ。でも。でもはなしだ。今夜は食事に行こう。悩みなんか何もかも忘れて、二人でディナーだ。君と私だけで。でもビクトール、奥様が疑ってるんでしょう。私怖い。いや、怖がるな。今夜を特別の夜にしよう。最高のレストランに行くぞ、二人で。嬉しいだろ。本当に愛してるよ。さっきパパに話したわ。リカルドと結婚しないって。ついにやったわね。何か言われた？思ってたより怒らなかった。おじさまならすごく怒るかと思ってたけどね。でも最後は予想通りだった。オクタビオはふさわしくない。幸せにはなれない。頑固よ。そうか。ああ、ママ。マリソル帰ってたの？ただいま。驚いた。予定より早かったのね。ああ、エステファニア。おばさま。元気そうね。おばさまも。お母さんに連絡は？さっき電話しましたから迎えに来てくれます。それにしてもどうしたの？ずいぶん早く帰ってきたじゃない。農園の生活はどうだったの？ママ、それは後でゆっくり話すから。いいわよ、後で聞かせてもらうわね。ママもあなたに大事な話があるの。エステファニアなら大丈夫だわ。いいのよ、私は席を外すわ。ここにいて。ママ早く話して、何なの？今日イルダさんにお会いしてきたの。何か聞いた？オクタビオのこと。それだよ。聞いたけど、良かったのか悪かったのか。オクタビオは本当にママの息子なの？私の息子じゃないの。あなたのお兄さんじゃないわ。ママ。お兄さんじゃなかったなんて最高に幸せな気分よ。マリソル、本当によかったわ。私も嬉しい。リカルドとのこともパパに話したしね。分かってもらえたし。二人の障害になるものはないのよ。あとは幸せになるだけじゃない。パパがオクタビオのことを認めてくれればいいのに。でも気にしないわ。二人の愛はパパにだって止められないもの。もうのろけちゃって。もう叫びたいぐらい嬉しい。ジャンプした気分よ。じゃあ乾杯しましょう。おめでとう。最高の幸せに。そうよ、世界はあなたとオクタビオのもの。本当によかったわ。だってずいぶん悩んでたもの。兄弟で愛し合ったんじゃないかって。ね、もう安心したでしょ。これで自由に愛し合えるじゃない。いつでもね。エステファニア。オクタビオを大切にね。そうね、もう離れないわ。じゃあオクタビオに乾杯しましょう。久しぶりね。帰ってきたって聞いて。わからない。どうしたの？乾杯なんかして。なんかのお祝いなの？本当のことが分かったのよ。何？本当のことって。兄弟じゃなかったの、オクタビオと私。人違いなんて
今までの努力は全て無駄だったってことよね。また一からやり直さなくちゃならないの？何言ってるの。無駄な努力なんかじゃないわ。住んでる町もイニシャルも分かってるのよ。重要な手がかりじゃない。今はそんな風に前向きに考えられない。主人のことも気になるし。ビクトールが何か？なんだか変なの。香水の匂いをプンプンさせて帰ってきたり。本当？私に対する態度もいつもと違うし。それにね、外泊したこともあったの。仕事って言ってたけど。その様子じゃ浮気だわね。決めつけないでよ。結婚して何年になると思うの？そんなことありえない。グズグズしてる場合じゃないでしょう。彼の気持ちを取り戻さなきゃ。取り戻す？彼に寂しい思いをさせてるってことはない？そのことならご心配なく。母にも同じことを聞かれたわ。ごく普通だと思うわよ。ああ、それが問題ってことなのよ。それが問題って？こういうことは普通じゃダメだって言ってるのよ。いつも普通だと飽きてきてよそ見をしちゃうわけ。少し過激にすれば問題は解決ね。だってもう若くないし、過激だなんて。だってビクトールと私。だってじゃないわ。息子さんのことはあるにしても、いつもしかめ面してちゃダメよ。たまには迫ってみるの。真面目な顔して言わないで。真面目なことよ。愛してるって自分の気持ちを表現することだもの。わかるでしょ？あなただって女なんだし。方法はわかってるはずだ。私から迫るなんて。恥ずかしいの？いや、そうじゃないけど、きっと驚くと思うわ。だって信じなさい。とにかく迫るの。絶対に効果があると思うわ。嫌がる男なんていないんだから。おばさんは？今検査に行ってるよ。もうすぐ戻ってくると思う。ああ何にやついてるんだよ。本当のことが分かったんだ。もう問題は何もないんだ。何のことだ？マリサルと俺が兄弟かもしれないって話さ。やっぱり間違いだったんだよ。もう俺たちの間を引き裂くものは何もないんだ。自然と笑顔になるってわけだ。そういうことなら顔もにやけるな。どうして分かった？簡単さ。母さんがアルタングラシアさんにはっきり言ったんだ。私の息子よって。そうか。この幸せ者を憎いね。焼いてるのか。マリソルが教会で誓いますって言ってる姿が目に浮かぶよ。俺とマカレナが付き添い役をする。マカレナのこと本気なんだな。俺はマカレナと結婚できないっていうのが。落ち込んでる彼女を慰めたし、この手で抱きしめて元気づけたんだ。次はデートだな。彼女の気持ちはどうなんだ？ふん、どうって言ってるだろ。少しずつだけど俺に心を開いてくれてる。今度は絶対に彼女とデートの約束をしてみせるからな。見てろよ。でも兄弟じゃなくてよかったわね。罪の意識を感じるって言ってたもの。悩んだわ。そうよね。でもあなたはもうオクタビオのことは好きじゃないんだし、気持ちが楽になったってところかしら。待って、マカレナ。彼を愛してるわ、心から。愛してる？私たち恋人同士よ。何よ、話が違うじゃないの。彼のそばにいてあげてって言ったのは誰よ。愛してないって言ったのはあなたでしょ。だから私は彼と付き合い始めたのよ。愛してないって言うから。あの時はすごく混乱してて本気じゃないの。なんて勝手なの。人の気持ちをもてあそぶなんて許せないわ。もてあそんだなんて。そうでしょ。私は彼を愛してるわ。オクタビオのことを愛してるのよ。分かった？マカレナ待って。どうしよう。でも譲れない。たとえ親友でも。はあ、どうしたらいいんだろう。また昔のことを思い出してしまった。どうしよう。全てを胸に秘めて閉じ込めよう。知られてはならないことだから、誰にもね。絶対に悟らせない。誰にも明かさないわ。
どうかしたの？おい、うん、来たよな。今日イルダさんにはっきり言われたの。オクタビオは違うって。正真正銘彼女の息子だってことなんだな。なぜあんな誤解を？だっていろいろなことが一致してたんですもの。言っておいただろ、きちんと証明されない限りはむやみに話すべきではないって。娘を苦しめたんだぞ。でも安心したわ、兄弟で愛し合ったとしたらとんでもないことだったもの。それとは話が別だ。喜ぶわけにはいかない。二人の仲はまだ続いているんだからな。そうだけど、いきなり怒るのだけはやめてちょうだい。怒らずにいられるか。娘があんな男と付き合うのだけは絶対に許せない。彼はいい人よ。いい人なら誰でもいいのか。なぜあいつをそんなにかばう。住む世界が違うやつだぞ。そんなの偏見だわ。育った環境が違いすぎれば幸せになれるわけがないんだ。娘の幸せのためだ。私たちが協力してオクタビオをマリソルから引き離そう。ちょっと待って、引き離してもあの子の気持ち分かれ。お前はどっちの味方なんだ。オクタビオという男を家族に迎える気はないぞ。分かったわ。お願いだから興奮しないで。あなたの気持ちも分かるの。どうかしら、今夜みんなで食事をしてゆっくり話し合いましょうよ。解決にはならないかもしれないけど話し合いましょう。あなたの好きなものを用意するわ。ラムシチューなんかどうかしら。悪いが今夜は会議があって。ダメよ、大統領との会議だとしても断って。家族は大事でしょ。ゆっくり話せばお互いに理解できると思うわ。とにかく今夜はみんな集まって家族のお食事会をしましょう。クリスマスみたいにね。ねえ、感想聞かせてよ。え、その新しい服？ちょっと露出度が高すぎるわよ。またそんな言い方する。露出度が高いからこそ女の体が魅力的に見えるんじゃない。セクシーで洞察的。確かにセクシーだけど、そんなに肌を見せる服なんて私はごめんよ。着てみればいいのに。私はこういうの大好き。さあこれでまた彼を誘惑しちゃうわってね。その話だけど、相手は妻帯者でしょ。それに少し年が離れすぎてない？いいのよ、彼はただの獲物だもの。ベレー、突然ごめんね。ほら入って入って。こんにちは。気にしないで、二人でゆっくり話したいでしょうからね。私は部屋に戻るわ。ベレン、どうして何も言わずに出てったりしたのよ。電話もかけてこないし。あなたに迷惑だと思って。だからってひどいわ。さよならぐらい言ってよ。本当に心配してたのよ。元気なの？まあ元気よ。いろいろあったけど仕事してるの。そりゃよかったじゃない。ご家族とは？話してない。母さんはまだ病院よ。実は頼みたいことがあって。頼み？うん。何なの？このお金母さんに渡して。あなたにしか頼めないもの。本当によかったね。お前が幸せそうで母さんも嬉しいよ。俺だってすごく嬉しい。母さんがこんなに元気になって。ああそれはそうだけど、早く退院しなくちゃね。これは約束するよ、絶対早く家に帰るから。その息だよ、頑張れ。その気持ちで病気なんか吹き飛ばしちゃえ。すぐ退院できる。マリア様が奇跡を起こしてくださるよ。神様と一緒に見守っていてくれる。そうだろ、何か問題が起きたって解決してるだろう。ああ本当にそうだね。マリソルと俺が兄弟かもしれないっていう問題だってちゃんと解決したし。大変だったね。こんな根も葉もない話が広まるなんて思いもしなかったよ。誤解が解けたからよかったけど、まるで霧が晴れたみたいだね。本当だよ。
俺は世界一幸せな気分だ。マリソルの愛を感じるからね。でもね、オクタビオ、心配なことだってあるんだよ。住む世界が違うからって反対されたりしないかね。母さんたら大丈夫、心配することないってば。今までだって山を乗り越えてきたんだ。誰に反対されたって俺たち二人で戦ってみせる。大丈夫だから心配しないで。二人なら大丈夫だ。それは聞いて安心した。お前がそんな風に思えるなら何も心配することないね。だって心からそう思えるんだ。初めてだよ、こんな風に思えるのは初めてなんだ。これが愛なんだね。いい、笑わないでよ母さん。頼むから。また笑わない。臭いセリフかもしれないけど本当なんだ。初めて本物の愛に出会えたと思う。マリソルが好きだ、愛してる。彼女のためなら何でもできるし何も怖くないんだよ。分かったよ、マリア様が奇跡を起こしてくださった。ほらごめん。何？セリーナ、少しはイルダの身になって考えたらどうなの。ああもう、事実を話しただけで何も悪いことはしてないわ。当事者のおばさんに本当のことを隠してる方がひどいんじゃないの。だけど入院してるイルダに余計な心配させて悪くなったりしたらどうするの。でもおばさんは聞きたがってた。ふん、わざとでしょ。オクタビを取り戻したくてわざとあんなこと話したんでしょ。分かってる、イルダに事実を話せば彼が戻ってくると思ったのね。無駄なことよ、オクタビオはあの人を愛してるんだから。私だって彼を愛してる。いい、ママ、あの女はね、泥棒猫よ。人の恋人を横取りして。いつまでもそんなことを言ってんだか。セリーナ、心変わりは誰にでもあること、早く忘れなさい。お前はまだ若いし。聞き飽きたわ、やめて。私の勝手でしょ。絶対に諦めない、オクタビオを取り戻すまで絶対に諦めない。そのためなら。恋とは素晴らしい、こんなにもときめく。一体何なのよ。今歌ってた通りだよ、人を好きになるっていうのは本当に素晴らしいことだよね。兄弟じゃなくてよかった。俺は違うと思ってたけど。キスしていい？もちろん。愛してるわ。もう怖がることはないのよね。ああ。自由に愛し合えるのよね。そうだよ、問題は解決したんだ。何も心配することはない。辛かったよな。とてもね、思い出したくないくらい。ああ、二度と思い出さなくていいよ。全て忘れるんだ。重要なのはこうしてることだ。そうなのよね。私に大切なのはあなたと一緒にいることだってよく分かったわ。俺もだ。このままどこかに行きたいくらいだよ。だけど今は母さんが入院してるから放ってはおけない。でも君といたい、本当だよ。もう二度と君は話したりしない。初めて会った時から愛してる。私もよ。ごめんなさい、もう行くわ。まあ、ありそうだ。今日は家族揃っての食事会に。ああ、もう二度と話さないって言っただろ。君を逮捕する。一生俺のそばにいなきゃいけないんだ。いいね。本当なのよ。イルダさんに聞いてがっかりしたけどほっとしたのも事実。わかるわ。でもここで諦めたりしちゃダメよ。手がかりもあることだし、この次はきっと見つかるから。マニエカもそう言ってた。そうよね、ずっと秘密にしてきたけど家族にも知られたことだし、隠さなくていいのは気が楽だわ。物事はあるべき姿にちゃんと収まるようになってるものなの。だから
私はね、いいと思うの。マリソルがリカルドとの結婚をやめるのはいいことなのよ。そうは言っても心配だわ。あの二人はどうするつもりかしら。オクタビオとよりを戻すかどうか心配ね。兄弟じゃないって分かったから。お互いが好きなのは分かるけど、釣り合うかと言われるとどうかと思うけど。そうよね。まあいいわ、そのことは少し忘れて今夜は家族でディナーを楽しみましょう。ところでビクトールは帰ってくる？会議があるとは言ってたけど、家族が大事だからって。ルチアーノも早く帰るそうよ。昔みたいに全員勢ぞろいね。それにいつかはそこにもう一人加わる日が来るんだわ。私ね、必ず息子を見つけるわ。絶対に見つけてみせる。まったくさ、とんだ人騒がせだったよな。オクタビオのことだけど、でもよかったよ。もうそんな話やめてよ。人の幸せを祝う気分じゃないんだから。寝るわ、お幸せに。おっかない。ねえ、息子って誰だろう。オクタビオが違うならどこかに本当の息子がいるんだよね。どうしたの？針で刺しちゃった。ほら、お前が余計なこと言うからだよ。彼女の息子が誰かなってどうでもいいじゃない。知った。母さん、なんだかこの頃イライラしてるよね。いつも何か考えてる。何か隠してない？ああ、ほらまた余計なこと。何も隠してないし、いつもお前とセリーナのことばかり母さんは考えてるよ。そっか、俺の頭は彼女のことばかり考えてて、他のことは入る隙もないぐらいなんだ。彼女を慰めて抱きしめたんだよ。これから恋が始まる、見てて。もしその女性もお前を好きなら、神の祝福があるよ。もちろんそうなる。マカレナは俺の太陽なんだから。雨、愛だ。愛って素晴らしいね。本当に。私があなたをどう思ってるかパトリシアに聞いたでしょ。それは聞かなくてもわかるよ。想像はつく。謝らないの？そちらの出方次第よ。謝るんなら許すわ。パトリシアの株券は全部俺が管理してる。奪うつもりで？理由を聞こう。何のために俺を呼んだ？はっきりさせるためよ。何をだ？全てをよ。全部はっきりさせたいの。はっきりしてる。パトリシアは絶対サインしない。信頼できる弁護士なしではね。私を信用してないってことよね。弁護士じゃないだろ。聞きなさい。あなたの望みは交換条件よ。なんだって？あなたの値段。はっきりした聞き方でしょ。早く答えて。目的は？やめてよ、善人ぶって。いい加減にして。あなたにわからないわけないわ。パトリシアのことよりも自分の利益でしょ、あなたが優先するのは。妻の財産は同時に俺の財産だ。サインしたはずよ、結婚前に放棄するって書類に。ああ、だが今回の遺産は結婚後の話だ。イタロの財産よ。娘のパトリシアにしか権利はないわ。さっきの質問に答えるよ。望みは遺産だ。とにかく書類は全て俺の弁護士に送ってくれ。じゃあ失礼。フェリーニ輸入商会の副社長にするって言っても気は変わらないかしら。え？フェリーニ輸入商会、フェリーニグループの会社の一つよ。貿易関係だから大金が動くわけ。そこの副社長？ええ、パトリシアの方が上の地位になるけど悪くないでしょ。副社長ってわかるわね。管理職だし権限もあるわ。買収するのか？自分が副社長の器だと思う？パトリシアのためよ。
間違った結婚を救うためだわ。だってほら、あなたたちはお金の利害関係だけで続いてる夫婦ですものね。よくわからない。いいのよ、協力するんなら抜擢するわ、副社長に。家族ですものね。約束の時間はとっくに過ぎてるわ。ちょっと、相手は結婚してるのよ。そうよ、でも私に夢中なの。はいはい、それは何度も聞いた。でも迎えに来ないのはなぜ？そんなの知らないわよ。誘ったのは彼の方なのに。ダメなら電話くらいしてくればいいじゃない。そりゃ無理よ。自宅なら愛する奥様がそばにいるんですもの。電話するチャンスなんてあるわけないわよ。わかるでしょ？恋愛経験がない人は口出さないで。私にだって恋愛経験ぐらいあるわよ。もしあなたが男の言うことを鵜呑みにしたら、泣くのはあなただと思うわよ。いい、チャリータ。主導権は私にあるの。泣くとしたら向こうの方だわ。まあ、どっちが泣くことになってもいいけど、彼には奥さんがいて家庭がある。あなたは2番目よ。黙りなさいよ。黙らないわ。少しは耳を貸しなさいよ。愛人なのよ、2番目なの。違うって言うなら私の目を見てごらん。言い訳せずにまっすぐ見られるはずよ。私は2番目なんかじゃない。一番愛されてるのよ。私に夢中なの。彼の方が裏切るわけないわよ。でも来ないじゃないの。ああ、うるさいわね。だからって私ががっかりするとでも思う？まさかね。デートの相手だったら入って捨てるほどいるんだから。ただいま。おかえり。姫奈と話した？話したよ。で、どうなったの？ああ、全部はっきりさせてきた。お前の株券は俺が管理するからって言ってきたよ。私は姫奈を信じてるわ、実の母みたいに。ああ、はいはい、その話は何度も聞いたから言わなくていいよ。そんな言い方することないじゃないの。すまなかった、悪気はないんだからさ。それはそうと、親父さんの遺産関係の書類にさっさとサインしたらどうだ。姫奈の言う通りに。急にどうしちゃったのよ。何か言われた？何も。説明は聞いたけどね。それで分かった。何も問題ないって。どうやら誤解があったようだな。あれ、遅刻した？いいえ、たった今食べ始めたばかりよ。診察が長引いてるかと思って。信用ないな。お帰りまでする。ただいま。でも急にどうしたの？みんなで食事なんて何かのお祝い？あら、家族が一緒に食事をするのにいちいち理由が必要なの？まあそりゃそうなんだけどさ。でも何か理由があって家族が集まった、そんな気がする。理由ならあるぞ。マリソルが戻ったし、お母さんが悩んでいた件も解決したんだ。ああ、それで？私の息子じゃなかったの。でも人違いだと分かって寂しいと思う反面、嬉しいとも思ってるのよ。だって彼はマリソルと他人だったんですもの。とにかく事実が分かった、よかった。また探すときは僕も手伝うから。優しい。みんなで考えしよう。食事中なんだぞ。その話はもういいだろう。この食事会で今までの嫌なことは全部忘れることにしよう。何もかもな。そうしましょう。まるで嵐が過ぎ去った後みたい。穏やかな日々に乾杯よ。乾杯。姫奈様です。こんばんは。家族でパーティーなの？お邪魔だよね。とんでもない。久しぶりにみんなで食事していただけなの。ご一緒にいかがです？でも済ませたわ。ねえ、座ってお茶だけでもご一緒しない？確かに座った方が話し合い向きだわね。話し合い？そうよ、例えば結婚式。ちょうどよかった。実は大切な話があってね、二人の結婚の件で。話し合いをするほどのことじゃないんです。式はしません。
しないってどういう意味？はっきり言います、リカルドとは結婚しません。気まぐれでも気の迷いでもなく本気です。